モズは TBS テレビとワウワウの共同制作で放送された日本の刑事ドラマ、大阪津吉の小説、モズの叫ぶ夜、幻の翼を原作とする。主演は西島秀俊。シーズン1モズの叫ぶ夜は2014年4月10日から6月12日まで毎週木曜日21時21時54分に TBS 系の 木曜ドラマ劇場枠で全10話が放送された。シーズンに幻の翼は2014年6月22日から7月20日まで毎週日曜日22時22時54分にワウワウプライムチャンネルの連続ドラマ W 枠で全5話が放送された。10月16日から11月13日まで TBSK 木曜ドラマ劇場枠で地上波でも放送された。なお地上波についてはシーズン1.2とも TBS 系列のない地域での遅れネットとしての放送は対象外となっている。またワウワウプライムでは2014年8月16日から9月6日までの毎週土曜日に以上の2シーズン合計15話を集中放送した。2015年に 劇場版モーズが公開され、映画の公開に合わせて、スピンオフドラマ、大杉探偵事務所が、ワウワウプライム及び TBS で、それぞれ放送された。2012年に制作された、ダブルフェイスに続く両局の合作ドラマ第2弾である。スペシャルドラマとして放送された前回と異なり、今回は、それぞれの連続ドラマ枠の中で放送された。両局は、今後も、 継続的に合作ドラマに取り組む予定であるという。監督は、ダブルフェイスに引き続きハスみえいちが担当し、スタッフも、同作のスタッフが携わっており、ダブルフェイスで起用された、西島秀俊や香川照之等同作に起用されていたキャストの何人かが、再び起用されている。原作は、ハードボイルド作家、大阪津吉の、モズの叫ぶ夜、幻の翼の2作で、 TBS が、モズシーズン1モズの叫ぶ夜、ワウワウが、モズシーズン2幻の翼として放送された。シーズン2については、まずワウワウで、第1話のみ、無料放送され、第2話以降の視聴には、ワウワウの有料契約が必要であったが、その後10月から11月に、TBS で、全5話が地上波発放送となった。両原作については、 映像化不可能と言われ続けてきたが、北九州市及び北九州、フィルムコミッション全面協力のもと、延べ6日間にわたる道路の通行規制などを行い、爆破シーンや一般道でのカーアクションなどのロケを観光、小倉南区の北九州空港や JRA、小倉競馬場、小倉北区の百貨店小倉井筒屋や,や小倉駅、八幡西区の旧区役所跡や、 福岡県立や和田中央高等学校などを同市内各地三十カ所以上をはじめ東京、横浜などでロケが行われ北九州ロケの際には監督のハスミと出演者の有村かすが市長に表敬訪問を行う一幕もあった。モズの聖地と呼ばれるようになった小倉井津屋で二千十五年十月十五日に行われた劇場版のレッドカーペットイベントでは 北九州市副市長により、モズ氏の誕生が宣言され、モズ氏頼りが発行されるなどした。東京、銀座の繁華街で爆弾による爆発事件が起こる。白昼の惨劇に多くの人々が巻き込まれ、警視庁公安部に所属する倉木警部の妻、千尋が犠牲になり死亡する。計画的なテロか誤爆なのか、倉木は妻が死んだ理由を知るべく独自に捜査を開始する。 ノンキャリアで叩き上げの大杉警部補も事件を追う過程で倉木とぶつかりながらも協力していくことになる。一方、爆発事件の現場に居合わせていた公安部の明星巡査部長は特別任務である人物を追っていた。その人物はプロの殺し屋、新谷和彦。新谷は事件当日、サイバーテログループの幹部、家計俊蔵の暗殺を目的に尾行していたが、 爆発に巻き込まれ、行方をくらます。家計は爆発で死亡。新谷は、地方で瀕死の状態で発見され、記憶喪失になっていた。倉木、大杉、明状は、通常警視政の指示の下で公安部と刑事部の枠を超えて協力し、事件の鍵を握る重要人物として新谷を追う。そして家計の暗殺と IC チップの回収を依頼していた大企業。 アテナセキュリティの東も IC チップを手に入れるためにシンタニを追っていた。やがてクラキたちは爆発前に家計と会っていた謎の女の存在、千尋が精神を病む原因となった極秘捜査、ブラークアルファー作戦の真相、夢に現れる都市伝説のダルマ、そして殺し屋、シンタニイコールモーズの正体など、無数の謎が絡み合う裏で国家転覆を狙う。 恐るべき陰謀が隠されていることに気づく。シーズン1のラスト、サルドニア共和国大統領暗殺が未遂に終わった空港爆弾テロ事件から半年後、倉木は妻、千尋が精鋭部隊として参加した公安の極秘裏、潜入捜査、ブラークアルファー作戦の真相を一人で追っていた。なぜ6名の潜入捜査官の中で千尋だけが生還したのか。拘束されていた。 空白の72時間の真相を解く手がかりを、ロシアのスパイ、イワン・タイラーが握っていると知り、タイラーの正体と所在を突き止めるべく、ロシアのグルジブ共和国に詳しいフリージャーナリストの、ナナミ・シオリに接触する。その頃、北海道のエネルギー施設が、ロシアの武装工作グループに銃撃、爆破される事件が発生する。捜査を担当する明星。彼女には、 かつて優秀な公安警察官だった父親がいたが、高校生の時に突如行方不明になってから自宅に、なり続ける無言電話が、実は、父からではないかという疑惑にとらわれていた。そして一方では、首の後ろをアイスピック状の凶器で殺害された死体が、発見される。死んだはずの新谷博美と同じ手口を不審に思う、倉木と大杉。 そして、明星は爆破されたエネルギー施設の防犯カメラに新谷と同じ顔の男が映っているのを確認する。それは、ヒロミの一乱性創生児の兄で、銀座爆弾事件後に、口封じのため、東の部下に断崖絶壁から海に突き落とされ死亡とされていた、新谷和彦だった。さらに執念で、タイラーを追うクラキは、何者かの罠にはまり、背後で車ごと爆死した。 森原官房長官の殺害容疑で指名手配される。その裏では、空港爆弾テロ事件の真相を知った池沢公安部長が新たな陰謀を推進していた。主要人物協力者刑事部捜査第一課、陰謀関係者倉木や大杉家明星化その他、警視庁公安部刑事部捜査第一課その他関係者、陰謀関係者この不死では広見により殺害される、人物を記述。 爆破事件関係者その他、ゲストドラマにおけるゲスト扱いの登場人物。複数話、短話登場の場合は、演者名の横の、ないに表記。第1話、第2話、第4話、第10話、警視庁公安部、グルジブ共和国テロ関係者その他、ゲストドラマにおけるゲスト扱いの登場人物。複数話、短話登場の場合は、演者名の横の、ないに表記。第3話、 第4話最終話、大杉探偵事務所のタイトルで、劇場版、モズの公開に合わせて制作された。大杉良太と、鳴宮圭介を主人公としており、主演は、本編でも、同役を演じた、香川照之と、伊藤敦志の二人となる。美しき標的編は、TBS テレビで2015年11月2日に、砕かれた過去編は、 ワウワウプレミアムで11月15日にそれぞれ放送された。美しき標的編を杉は自身がきっかけとなって引き起こした苦い経験から捜査一家の刑事を辞めて私立探偵として探偵事務所を開いていたが、探偵業が軌道に乗ることはなく、妻の稽古からも離婚届を突きつけられ、事務所で一人寂しく暮らしていた。ところがある日、 大杉探偵事務所を二人連れの依頼人が訪れる。一度は追い返そうとする大杉だったが、話を聞くことにすると、一人は日本を代表する大物女優の白石ゆりで、もう一人は彼女の所属する芸能事務所の社長兼マネージャーの上田かなえだった。かなえによると、ゆりは殺害予告を受けており、実際にここ数日は不可解なトラブルが周囲で増えているという。 そこで、カナエは、大杉に、百合のボディーガードを依頼し、大杉も百合の美貌と、高額な成功報酬に惹かれ、快諾する。大杉は、表面上は、百合の新しい付き人として、共に行動し、百合の現場へと赴く。依頼を受けてから、最初の現場では、芸能界という慣れない世界に戸惑いながらも、 ユリの楽屋に忍び込んでいた熱狂的なファンを懲らしめることに成功するが、その直後にスタジオから爆発音が聞こえ、駆けつけてみるとユリの持つはずだった小道具が寸前で爆発したという。さらに、その現場からの帰りに大杉の車で移動していると明らかに後をつけてきている車があり、なんとか振り切るものの、相手はプロだということがわかり、鳴宮の協力を得て犯人が、 奥行組の三夜だということもわかる。その後、百合に大きな仕事が舞い込み、その功績によって、百合が映画祭にノミネートされ、その式典に出席することになるが、金谷や大杉は危険だとして、百合を止める。それでも、こんなことでひるんではいられないという、百合の女優魂に負けた大杉は、自分が絶対に百合を守り抜くと宣言し、やむなく、式典への出席を承諾する。 式典の当日、大杉は周囲を警戒していると、ユリにライフルの銃口を向ける三矢を発見し、急いでユリの元へと駆けつけるが、三矢の撃った弾はペイント弾で大杉に当たる。これは三矢からの最終警告だと、大杉は金ナに告げ注意を促すが、その直後、撮影の合間にトイレへ行ったユリが行方不明になり、金ナも金を渡さないとユリを傷つけるという、 脅迫電話を三夜から受ける。大杉と、金井は、百合の捜索へ出向き、なんとか百合の監禁場所を突き止めるが、突入の機会が伺えない。そこで、大杉は、鳴宮の協力を仰ぐことでなんとか事なきを得て、三夜も逮捕される。高額な成功報酬に目がくらみこの依頼を引き受けた、大杉だったが、金井の金銭状況を鑑みて、成功報酬は受け取らず、 元の生活へと戻ってゆく。砕かれた過去編元捜査一家の大杉は離婚調停の場で調停委員の中紙を介して稽古から警察を辞めた理由を問われ彼の脳裏を警察を辞める契機となった苦い経験がよぎる。警察を辞めて私立探偵となっていた大杉はお天気キャスターの小池理沙から死んだはずの妹が現れたという不思議な依頼を受け 後輩のナルミアと共に、都市伝説に包まれた、心臓博士の病院と呼ばれる、肺病院を調査する。調査を進めていく中で、大杉は、過去の苦い経験と向き合いながら、驚愕の真相に近づいていく。キャストの役名はすべて各種ニュースサイトのほか、TBS と、ワウワウ双方の公式サイトにて発表されているもので、ある。共通美しき標的編砕かれた、過去編。 劇場版モズのタイトルで2015年11月7日に公開された。TBS テレビでのシーズンに放送終了直後に発表された。主演は西島秀俊。2015年11月7日公開。ドラマでシーズン1、2を通して出演したレギュラー陣に加え、ダルマ役でビートたけしが登場するほか、松坂通り、伊勢谷雄介などがゲスト出演している。 撮影は3月下旬頃に都内でクランクインし、4月上旬頃からは約1ヶ月にわたりフィリピンでロケが行われ、クランクアップは5月下旬頃を予定していた。公安部エースの倉木は妻の死の真相にたどり着き気力を失い、捜査一課の大杉も警察への不信感を強めたいし、探偵事務所を開いていた。 クラキが妻の死の真相にたどり着いてから半年が経った、ある日、とあるテロ集団による高層ビル大規模強盗、脅迫事件とペナム大使館襲撃事件が同時に発生し、クラキと大杉はかつて共に捜査をしていた明星とともに事件に巻き込まれ、この事件を捜査していくことになる。捜査を進めるうちに、この事件には、だるまが大きく関わっていることがわかり、 ペナム共和国を舞台に、ダルマの正体を追っていく。劇場版モズに関するカテゴリー、大杉探偵事務所に関するカテゴリー。ありがとうございます。